武石公派武石公派武石公派10月20日から1913年5月4日は日本の飛行家、日本の民間飛行家として最初の航空事故による犠牲者でもある。本名は道之助、茨城県中郡勝田村大和勝倉出身。武石家は水戸藩の過労職を務めた家柄であったが、当時は庄屋に任じられていた。1902年に、 茨城県人城中学校の卒業試験を終えるなり、横浜港から海外へ飛び出し、商船の防衛を務めながら、ヨーロッパへ渡り、さらに翌1903年には、郷土の第二子からの紹介状を得て渡米した。職業を転々としながら、放浪を続け、イエール大学に入学するも中退。1910年、ユタ州ソルトレークシティで、 ロッキー時報という法事新聞の主筆を務めながら、ユタ大学に通学していたが、同年1月に国際飛行大会を見学して、飛行行動や距離の記録を受立し、監修から喝采を受けたフランスの飛行家、ルイ・ポーランの姿に感動し、飛行家を志す。当初はライト飛行学校に入学したが、1912年2月2日に、 クレンカーティスが経営する飛行技術学校に転じる悪天候や機体の破損の影響により2ヶ月半の訓練期間で練習ができたのは42日間で1マイル以上の飛行を行ったのは98回であったが同年5月1日に操縦試験を合格し飛行免除を獲得1月に合格した茂野清武、4月に合格した近藤元久に次ぐ 日本の民間人として3番目の飛行家となった。1913年4月7日、現地で購入、改造した飛行機とともに日本に帰国。同年5月4日午前10時22分、竹氏は、鳴尾競馬場を相で飛び立ち大阪、京都間の都市間連絡飛行に挑むが、午後0時55分、国の宮国飛行を、 はじめ数万人が中止する中で、深草連平場への着陸に失敗。竹石は粉砕した機体の外に人事不正の状態で投げ出されており、直ちに深草栄住病院に搬送されたが、午後2時に絶命した、去年28、民間飛行家として最初に日本の空を飛んだ人物であり、民間飛行家の日本における最初の犠牲者でもある。竹石の死亡事故は、 当時、連兵場を所管する第16師団の師団長であった長岡外市や後に日本航空輸送研究所を起こした井上長一に影響を与えた。なお、白鳩号に乗って墜落死したと書かれている資料が多いが、これは事故後、国のみや国飛行によって付けられた名前であり、後派の生前は飛行機に名前はなかった。また、白鳩であり、白鳩号ではない。 ありがとうございます。